今からはこのテニスラケットとこのボールでエリがテニスをします。できるかどうかはちょっとやってみなきゃわからないんですけど、大方の予想はできないって言ってますけど、エリ自身はできると思っているので、ちょっとスポーティーな仮面エリを見せたいなって思うので頑張ります。エリうまい。いくぜ。ハロポ。テニス最高です。エリプロになる、なれる気がしました。で、行ってみようと思っただけです。汗が。最高に描いた。そんな長いこと言えなかったんだけど、眉毛で汗が止められてるって感じです。目に歯茎から入って染みるんですけど、うちの母さんがテニス上手いんで、ちょっと負けたくないなと思って頑張りました。じゃあできた。お疲れ様でした。今夕方で夕日がめっちゃ綺麗なんですよ。夕日がっていうか夕焼けが分かんないけど、とりあえず空がオレンジ色で、エリス好きだから、ちょっと今から沖縄の空をと私を綺麗に撮ってもらえたらなって思います。で、水着はなんと髪を着てるんですね今回。ギャーン、初めてです。なのでカメだから、この水着とは相性がいいみたいです。見てください、仮面エリの20歳の晴れ着姿です。今までも何回かさせてもらったことがあるんですけど、今回は20歳っていうことでちゃんと意味があって、すごいなんか着てる時になんかドキドキして、あ、20歳かって思いました。なんか同じメンバーのガキさんがやっぱ私より先に20歳になっているので、なんか早く追いつきたいなっていう気持ちもあって、すごく嬉しいんですけど、今回の着物はすごく鮮やかで、エリの好きな色がたくさん入ってます。20歳までよくここまで来たなっていうのもなんか感じちゃったりして、けどこれから、もうちょっとしっかりもして、賢い人になりたいなってでちょっとだけ思いました。20歳になった時に発売っていうのもすっごい嬉しくて、やっぱり18歳になった時もすごい嬉しかったんですけど、19歳になったら次は20歳になりたいっていうのがずっとあったので、やっぱり20歳になるといろいろ、なんだろう、
いろいろ責任も取らなきゃいけないこともたくさんあるし、やっていいこともたくさん増えるし、なんかまた世界がガラッて変わると思うので、はい、30歳まで頑張ります。